鈴木さん頑張ってよ、ね、76歳、すごいよな、この年で。俺が今72だから、頑張ってくださいね。いいメンバーだよ、みんなチャンピオン。赤井もそうだし、高近、岡野ね、接骨いいですよ。宮内庁御用達だから、のりあのたあの岡野さんは。おお、加賀、これも偉大なチャンピオンだ。石塚明、これもチャンピオン。すごいな、この人はね、宮内庁御用達で接骨いいだから、有名ですから、浅草行ったら。蔵前か、前家誠、これもチャンピオン、でかい波乗って、すごい、鈴木さんもすごい、晴れ岩のね、ボトボタンが有名な写真があるけども。おお、これもチャンピオンだ、福田君、関西、三重かな。おお、いいねー、福田君、いいターンしてる。おお、いいねー、うまいなー。この福田君と関野聡、それから、添田白道、あと加瀬谷修司、これがね、この4人が JPS で引っ張ってきたんだよ、皆さん。今はね、あのサップの会長やってるから、一応うまい、サップうまいし、ロングボートもうまい、ショートボートはもっとうまいよ。バリバリカットバッキングすごかったからね。だから面影があるよね、ほんと。フラフラしながらもみんなこらえてる。めちゃめちゃこの板を乗って大会終わると疲れるみたい、みんな重たいから。これ鈴木さんかな、ちゃんと押さえてテイクオフを確認して。おお、乗った、いいね、いいターンだね。あー、最高。おー、いい、構えて。セクションがどこだかわからないから、今みんなが、わー来た、セクションターンして波がぐわっと盛り上がってきた。いいね、これで落ち着いて膝を折って足首でピタッと板をつけて、あー、ダンパになるからね、そこのところこらえて。いいね、鈴木さん、立派なもんだ、76でこんだけ乗るんだから。あー、このダンパをぶっ倒れないでこらえてます。もうすごいですよ、この板角度が曲がって、でもこれこらえて、大きいですよ、肩ぐらいありますよ、このダンパ、最高。お、これ石塚明君かな。あー、石塚明君だね、一番いいね、ターンが、カットバックが。やっぱり JPSA でバリバリやってきただけあって、うまい。彼はね、試合の時に点数を稼ぐのがうまかった。まあさ、こうやってやってやって乗られれば点数が上がるからと、俺はしょっちゅうアドバイスを受けた、明に。いや、うまいよ。あー、いいね、これなんかもう最高だよ。 JPSA の試合で答え鍛えてなかったらこんだけ乗れないよ。いいね、もう 目線が違うじゃん、先を見てるよ、こっちを。さすがすごいね、 JPSA 引退したばっかしだから、彼は一番ね、バリバリやってきた選手だから、多分決勝残るんじゃない。わー、すごい。いやー、このターンいいね、ドゥイ・ウェーバーみたいなターンだね。亡くなった。まあね、ドゥイ・ウェーバーはシーコングさんの田中さんがね、売ってるから。いやー、すごいね。あー、つらい。いやー、最高だ。点数の取り方がうまい、やっぱり。すごいなー。あー、ミドルセクションまで来て、つないで。いいね。よくここまで乗ってこれたよ。すごい。わあ、こと、アキラの得意なターン、ぐーっと指取りして、これがいいんだよね。うまい、アキラはやっぱりうまいよ。すごい。鈴木さんも、ほら、富士山みたいな波じゃん。これでかいんだよ。お、いたな。カカイくん。カカイもうまいよ。ほんと、この重たい板をよくコントロールしてるよ。ああ、稲村の人もどこ、グーフィーうまいよ。ああ、いい感じだね、加賀も。今年も出て頑張ってな、加賀な。いや、いい感じ。おお。前家だ。前家も稲見乗ってるよ。前家もうまい。ショートボートの相手はすごいよ、前家も。今でもパン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 パクリンチョーズだからね。おお、明君だな、またな。
感じだ。お難しいんだこのスープ飲んのも合わせて、波に力がないからゆっくりゆっくり。ああいい感じだね、ハーフローラーコースターだな。ロングボートはハーフローラーコースターでいいよ。パクリンチョス行かなくても難しい、重たいんだもん。これ12、3キロあるんでしょ。で板が長いし、みんな9じゃないから、96、98だから。おー誰かな、鈴木忠さんだ。お前傾、前傾いい波乗った、いい感じだ。おいい感じいい感じ、この波のわーってきた、難易度のとこ滑ってきて、どうするのか、ノーズがパーリングするのか。あーいい感じだね。いやさすが前傾だ、これでこらえんだろうな。前傾もチャンピオンでうまかった。おー高近かな、他の高近だな。これも70同級かな俺と。いやー鈴木サザエさんもよく頑張った。それからあとね、久しぶりに加害と前傾誠のね乗り方見て素晴らしい。あとやっぱり石塚明はうまかった。やっぱりね現役で引退してまだ1年経ってないから、やっぱりすごい、やっぱり実力があるよね。やっぱり JPSA で戦ってきたから何十年って、俺も明とぶつかってくる日とかね、やっぱりすごいなと思って、俺も今これを見てて鈴木さんとか俺の年上だから頑張んなくちゃいけないなと思った。